さあこんにちは。こんにちはってか久しぶりですになるよね。今日はピスラボ、まあ、前回冬のやつからいきなりもう夏になるんですけど、まあ、僕が練習で使ってるサマーゲレンデ、これユーミフィルズのピスラボですね。これを、まあ、これ滑ってる動画を撮って、意外とピスラボやってみようかなっていう人はいるはいるんですけど、じゃあ何をしてきたらいいの。そうだ、ヘルメット、頭大丈夫だね。で、まあ、サングラスかゴーグル。もう散水してるんで結構目に水入るんで、サングラスかゴーグルがあった方がいいかな。で、上下はカッパがいいかな。ワークマンとかで売ってる安いやつでいいと思うんで、まあ、転んだら破れることもあるし。で、俺もつけてるけど、ケツパッド。ケツ痛いんで、ケツパッド、まあ、まあ、俺はタイツタイプのやつで、ケツと膝、パッドしてます。まあ、長袖がいいよね。腕とかザッと擦った時に、ただちょっと暑くなってくるとこうやってちょっと半袖とか滑っちゃったりするけど、これ長袖です。ほら無理やろ。いや、まあいけるいける。でこうやってやれば滑ってるそうそうそう、一番大事なのがグローブ。グローブって言っても冬用のグローブだとやっぱどうしてもブラシなんで引っかかっちゃう。で、引っかかるから、まあ、スリッパにプラ板貼ったりとか、なんかいろいろみんなやってるんですけど、まあ、今日は、まあ、ちょっと滑って、で滑り終わったらグローブ作ってみようかな、グローブ作る動画にしようかなと思って、なんで、まあ、ちょっとこれで1本いって滑って、グローブ作ってみたいと思います。これがまあ簡単で安くて丈夫だよっていうのを紹介できたかなと思うので、そんな感じで行ってみましょう。今日のカメラマンはキラ君です。そのピースは映ってないから。サングラスで映って。あ、こういう風になってる。じゃあ行ってみましょう。はい、滑り終わって、とりあえずホームセンターにグローブの材料を探しに来ました。探しにっていうかもう決まってんだけど、買いに来たんで見ていきましょう。これスクリースコップ拡大、まずこいつを2つ、で、これにこうクロックスのパチモンみたいなやつ、ホームセンターに来ましたおおもっと穴開いてて調子良さそうなんですけど、おー、良さそうです。これいいじゃん。お、いい。お、いいのが発見しました。しかも安い、580円。それいいね。こういうのでもいいしね。まだよく、いっぱい穴開いてるから、これ見せようか。良さそう。スマートだし、ここら辺。見え、こう、クロックスみたいなやつ。クロックス。穴が開いてた方がいいです。開いてるよな。開いてる。開いてる。OK。じゃあ、材料も揃ったんで、作っていきたいと思います。まずはこのスコップのここを切る。で、サイドにまあ2箇所3箇所ぐらいかな、穴開けて、これをこうするでしょ。で、ここでこう縛る。縛るんだ、これね。結束バンド。結束バンド。で、まあこのままでもいいかもしれんけど、
なんかダサいじゃん、ここ出てると。確かに、まあ、この辺で切る。直近ここ切る、穴開ける、縛る、ここ切る。完成。簡単じゃん。簡単。よし、やっていこう。ほら、こっち上手にいった。おー、上手。こっちが理想だね。これちょっと適当にいきすぎね。まだけどここは使わないから大丈夫。まあまあ、はい、じゃあ次は、まあ、ざっくりとした位置をね、こう決めていこうかなと思います。こいつがこう来ます。でこう来た時にもうパカパカだったら困るから、こういう感じでね、はい、スマート。スマート、もう一番奥までどんでつけちゃっていいんじゃないかな。こういう感じ。結束バンドでこことここの辺に穴開けるじゃん、はい、穴開けてここのこう穴に通して縛るって感じですね、はい、じゃあ穴開けましょう。穴開ける位置はこの辺かな。ちょんちょんちょん、3つ開けたいと思います。3つ。で、これにこうセットするわけ。セット。そしたらこいつを入れます。ここから通す。通す。でこのクロックスの、あ、パチモンの穴に通す。これはね、クロックスの形状によるんで、どういう風でもいいと思います。で、これはあとは、こんな感じで。あんまり最初からキュッてやっちゃうと、場所が止まんなくなるので、ちょっと最初はちょっと緩めにね。で、逆側も。2個でいい気がする。あとはこれをちょっと締めてね、いい感じに締めて締めて、かっこいい、かっこいい、本当に。で、あとはここが邪魔なんで、カッターでズバーンと切ります。ほら、そうすると手が、お、スマートに入りやすくなった。スマート、スマートかどうか分からない。位置決めたらこの伸びてるやつを、ほら、完成。型が、おー、結局この2個でよかったね。確かに2個、そんな取れないし。で、まあ片側完成なんで、もう片側も同じ作業ですね。はい、はい、完成。完成。こういう感じです。そうすると手ついても
これが多分一番安くできるんじゃないかな、まあ、一番お手軽にできるかなと思うので、こういうの作って来てもらえると手の怪我はだいぶ少なくなるかなと思います。じゃあこれをつけて実際滑ってみましょう。